皆様、今夜マトです。日本には魔物妖怪がいるんですよ。え？マジ？皆様がお選びにならぬよう紹介します。例えば妖怪おぼろげ。この妖怪に会うとおぼろげに46って数字が浮かんじゃうんだ。そんなの嫌。どうしたらいいの？そうだ、阿部太郎侍、助けた阿部太郎侍。つとめせよ。ありがとう阿部太郎侍。妖怪おぼろげのことを話したら3日は話せるんだけど、皆さんご存知な方も多いとは思うんですが、有名な2030年度の温室効果ガスの新たな削減目標をめぐり、 TBS の取材におぼろげながら浮かんできたんです。46という数字がと発言。これには話を聞くアナウンサーもびっくりな表情。あと太陽を凍うパネル設置義務化。父と兄は倒産危機の太陽光発電会社の資金集め広告と、環境大臣の小泉進次郎、住宅への太陽光パネル設置義務化を考えるべき、農地にももっと太陽光パネルを、父親の小泉進一郎は無礼な経営で一般投資家から資金を集めてデフォルト債務不履行危機にある太陽光発電会社の株式会社テクノシステム横浜市社長生田直之の広告と、本当だからメルコーノと仲がいいんだね。これでかっぽい。頭痛いでちゅ。では今日の妖怪おぼろげのニュースです。乾杯。小泉進次郎氏失速、同世代台頭、集客に陰り。岸田文雄政権の発足に伴い、自民党の若手注目株の顔ぶれに変化が生じている。世論調査で首相候補として人気の高い小泉前環境省が要職を外れた一方、福田達夫総務会長や小林経済安全保障担当省ら衆院当選3回の若手が党幹部や閣僚に抜擢された。甘利明幹事長は脱原発を持論とする小泉氏と対立した経緯があり、不遇の日々が続く可能性がある。当選すれば間違いなく大臣になる候補者の一人だ。小泉氏は17日東京都町田市の JR 成瀬駅前で衆院選の立候補予定者をこう持ち上げた。ただ小雨だったとはいえ、駅前に集まった聴衆は100人程度。環境省就任前は数千人規模を呼び込んだ小泉氏の集客力に陰りが生じている。総理候補なんてどこの誰に聞いたんでちゅか。岸田首相と高市早苗政調会長を推した最大派閥の細田派清和政策研究会を挑発するような言動が反発を浴び、結果的に河野氏は敗退。小泉氏は引っかき回しただけで結果を出せなかった。先般だ党中堅との厳しい意見もある。ある若手は小泉氏について改革マインドを貫いてこそ必要とされる時が来ると話すが、同世代が台頭する中、同失地回復を果たすかが注目される。もう妖怪おぼろげも窓際族になっちゃうかもね。だっていいポストもらえなかったら応援する意味なくない？そうだよね、そうなってほしいね。選挙選挙明るい選挙。皆さんお待たせいたしました。私司会の小矢萩です。この道30年小山と先生をお呼びしております。先生お願いします。小矢萩くん、驚きのニュースが出たのじゃ。まずニュースの内容を小矢萩くんお願いするぞい。衆院選期日前投票、入場券なくても投票可能。総務省、投票を希望する人は投票所に足を運んでほしいと呼びかけ、衆議院選挙の期日前投票が20日から始まりましたが、準備期間の短さなどが影響し
入場券の発送が遅れている自治体が出ています。総務省は入場券がなくても投票可能で、希望する人は投票所に足を運んでほしいと呼びかけています。選挙の投票を行う際、入場券を持っていけば速やかに投票を行うことができますが、入場券がなくても投票所で本人確認ができれば投票は可能です。具体的には、運転免許証や保険証などを持参するか、所定の用紙に名前や住所などの必要事項を記入して提出することで投票することができるということです。ふざけんな、日本でも梅じいちゃんぷあるな。自治体によっては昔からその辺はいい加減なところがある。これでは枝野が毛政権取ってしまうかもの、やばいですね。投票率 120% とかあるかもの。今回の選挙は荒れそうじゃの。はい、あ、ここで中継が入りました。英国の B1 調教師高野マットさんです。高野マットさん、はい。小屋萩くん、この妖怪おぼろげは何なんですかと言われても、日本でも厄介者なんですよ。調教しようとしてもコンビニのスプーン廃止、買い物袋の有償化は俺のせいでないとか、それしか言わないんですけど。もうイギリスに帰りたくなりました。高野マットさん、ではスタジオにお返しします。ニュースを簡略にお伝えするニュースフラッシュです。ニュースフラッシュ。自衛隊の戦闘空佐、食堂でパンと納豆を多めに取ったら定食10日に。航空自衛隊の破棄地は19日、自衛隊施設内の食堂でパンと納豆を規定量を超えて習得したとして、航空救難団飛行群那覇救難隊の戦闘空佐40代男性を停職10日の処分にしたと発表した。処分は同日付。ネットではバカバカしい、日本の空の防衛を担っている人に対して失礼だ、自衛隊にはそんなくだらない制度の廃止を求めたい、お金なら国民が何とでもする、食べさせたいだけ食べさせてやってくれとの声が相次いだ。処理水放出、政権取れば一旦ストップ、立憲枝野代表。今の政府はあの大変な原発事故がなかったかのように原発を動かす、原発を作る、本当にいいのか。政権を託していただければ必ずこれを一旦ストップさせて、もう一回一から地域の皆さん、水産業の皆さんに現状について説明してどうしましょうかというプロセスを踏んでいきたい。ネットでは一旦止めて後のことは考えていない、処理水に限らず、立憲民主党は全部それ、それじゃあ処理水ほったらかしですか、どうしましょうか、じゃ政権を任せるにはどうなんだろうか、嫌われてもやらなくてはならないこともあるとの声が相次ぎました。フィリピンは南シナ海で中国に計3頭の船による挑発に抗議。水曜日10月20日、フィリピンは南シナ海との中の国系3島政府船の挑発に抗議し、両国間の紛争海域での緊張の新たな兆候となった。フィリピン外務省は水曜日、中の国の政府船が自国の領土と海でフィリピン当局による合法的、慣習的、定期的なパトロールに反対する目的でラジオの発射、警報、サイレンなど200回以上の挑発行為をしたと抗議した。これらの挑発は南シナ海の平和、秩序、安全を脅かし、国際法に基づく中の国の義務に違反している。
フィリピン外務省は公式ツイッターで述べた。小山田くんの癒しコーナー。貫禄半端な犬見つけました。なんか用か。顔が受け待ちえね。大阪14区では事故は連立なのに、なが、おたかしさんだけ慶明の公認が得られないらしいですよ。長尾議員は日本ウイグル国会議員連盟の事務局長だからかしら。当選の危機もあるみたい。みんなで長尾たかしさんを応援してください。ではでは、また元気に動画作成いたしますので、よかったら見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。みなる浮かべるその日の日。